にとんねん。ったく時間食っちまった。おい。ぜ。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。ありがとうございました。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。おい。ええ。いや。
おい。ああ。え？ほんまでか？わかりました。世話になったな。ああ、待てや、桐生一馬さん。どうして俺の名前を？あんた1億円になってしもたわ。なんだと？懸賞金や。悪思わんといてな。その首に1億がかかっとりゃ誰でも目が血走るわな。1億とは随分安く見られたもんだな。まあ東条会先代の首としちゃ安いかもしれへんけど、わしらにとったら大金や。死んでもらうで。俺の首に懸賞金をかけたのは誰だ？知るか！やめろ！戦国組や。あの戦国のことか。そうや。まあ、あとは勝手にやっとくんなあれ。寺田の公伝が必要やったら声かけてくださいや。郷田高島戦国に狙われて、あんた八方下がりやで。どうして俺の首を？あんたは跡目争いのゴールなんや。俺か？そうか。ほな雀荘で桐生を仕留めることはできへんかったっちゅうこっちゃな。わかった。せっかくあの女デカの情報源を先取りして銭に困った情報屋連中を焚きつけたんですが。ないな素人、桐生の首は取れん。次の手打ちますか？まあええんや、少しは大阪で遊ばしたれや。せやけどこのままやったら合流会に遅れとります。あの若者に何ができるっちゅうね。所詮正面からドンパチやらかして無所行きがええとこや。あのキリっちゅうやつ絶対にカムロ町に戻る。そうなればあの若者も後を追うはずや。その前に、この10億カムロ町にばらまいてこいや。
わかりました。フォーシャインで働くのはやめて、うちの店に来てくれないか。ん？ですが、もうフォーシャインに入るって伝えちゃいましたし、今日からすぐ仕事を任されて。では、給料はフォーシャインの倍を出させてもらおう。それでどうだね。え？倍ですか？わかりました。フォーシャインはやめて、あなたのお店で働きます。いい返事だ。それではこれからよろしく頼むよ、桐谷さん。フォーシャイン、ここがさっきの男を引き抜かれた店か。あなたのような凄腕の経験者に来ていただいて本当に助かりました。これからよろしくお願いしますね、桐谷さん。いや、桐谷店長。何を言ってるんだ。俺は桐生だ。桐生、桐谷じゃなかったっけ。まあいいや。さあさあ、どうぞ中へ中へ。さあさあさあ。おい、したの？小雪ちゃん、この方、資料に貼ってあった写真のお顔となんか違う気が。写真写りが悪い人なんじゃないの？もしかしたら気にしてるかもしれないわよ。あなたも一流のキャバ嬢を目指すなら、そういうデリカシーのないことを軽く口にしちゃダメよ。いや、でもそういう次元じゃないくらい違いますよ。人違いなんじゃないですか？人違い？小雪ちゃんったら何を言ってるんだか。人違いだわ。だから言ってるじゃないですか。先ほどはすみませんでした、桐生さん。まあ気にすんな。あんた、ここのオーナーなのか？はい、申し遅れました。私、この店、フ
放射院のオーナーのユキと申します。こちらはうちのナンバーワンの小雪ちゃんです。どうもこんにちは、小雪です。ほう、ナンバーワンか、すごいじゃねえか。ありがとうございます。まあでもナンバーワンといってもうちには女の子は3人しかいないんですけどね。3人。ちなみにスタッフもオーナーである私一人です。だから最近は店を回すことができなくて、ずっと営業できずにいたんです。追加スタッフもなかなか見つからなくて、ようやく探し出せたのが桐谷さんなんです。そういえば桐谷さん来ませんね。もう約束の時間は過ぎてるのに。その桐谷という男なんだが、多分この店には来ないと思うぞ。え？さっきその男がスーツを着た男に買収されているのを見かけたんだ。給料を倍出すからフォーシャインに行かずうちに入れと。そんな。どうします？今日は久々にお店を開けるって結構お金かけて宣伝したんで、お客さん来ちゃいますよ。まずいわね。これで営業できなかったら損失は莫大、お店の信用もだだ下がりよ。あー、どうしよう。せめて手伝ってくれるスタッフがもう一人でもいれば。俺はやらないぞ。そこをなんとかお願いしますよ。今日だけはなんとか営業しないと、うちのお店はおしまいなんです。ちゃんと日当としてお給料は出させていただきますので、お願いできませんでしょうか。そうは言ってもキャバクラの店長なんてやったことないぜ。大丈夫です、うちは初心者大歓迎的な方向性のお店ですから。私たちもいろいろサポートさせていただきますし。だがお願いします、桐生さん。今日は久々にうちのお客さんが来てくださる大切な日なんです。楽しみに待っててくれたお客さんたちを裏切りたくないんです。無理な頼みであることは承知の上です。でもお願いします。お願いします。仕方ねえな、今回だけだぞ。いいですか？ああ、だがさっきも言ったように俺は素人だ。あんまり期待しないでくれよ。キリュウさん、ありがとうございます。ユキさん、そろそろ開店準備をしないと。そうね。ではキリュウさん、いえ、キリュウ店長、よろしくお願いしますね。いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ようこそ、また来たね、フォーシャイン。盛り上がっていきましょう。オープン。いらっしゃいませ、どうもどうも、お客様。いらっしゃいませ、また来たよ。盛り上がってきたわ。お待たせしました。楽しませてくれや。はじめまして、小雪です。今日は楽しみましょう。楽しませてね。
盛り上がってお願いします。お会計ですね。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ようこそ当社員。お会計ですね。また来てくださいね。いらっしゃいませ。よろしく頼むよ。お待たせしました。いらっしゃいませ。よろしく。お願いします。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。会計ですね。ありがとうございました。ようこそ当社に。楽しい。いらっしゃいませ。いまいちか。会計ですね。お会計ですね。また来てくださいね。また来てくださいね。いらっしゃいませ。お客さん、当社員、フィーバータイムだ。ありがとうございました。なんとか乗り切れたな。キリュウさん、ありがとうございました。本当に初めてですか？経験者みたいでしたよ。私も思いました。キリュウさん、才能ありますよ。お世辞はいい。だが、なかなかいい店だと思うぜ。客もみんなこの店を気に入ってるようだしな。ありがとうございます。おやおや、スタッフを引き抜かれて営業できずに落ち込んでるかと思いきや、楽しそうじゃないですか。あいつはあの引き抜きの男。神崎さん。神崎。神崎グループっていう巨大キャバクラ経営企業の会長さんです。私たちに嫌がらせや営業妨害をしているのはこの人なんです。小雪ちゃん、まだこんなしょぼい店舗にいるのかい。早くうちに来なよ。可愛がってあげるからさ。
お断りです。釣れないね。ま、そんなところが君の可愛いところだけどね。神崎君、今日は何の用？また邪魔でもしに来たのかしら。きついなあ、ゆきさん。今日はね、これを持ってきたんですよ。これは？キャバクラグランプリの案内です。キャバクラグランプリ？何なんだそれは。全国からの競合キャバクラ店が集まって売り上げナンバーワンを競う業界最大のイベントです。グランプリで優勝したお店は宣伝効果で超人気店になると言われています。ほう、そんなものがあるのか。ええ、ちなみに去年のチャンピオンはそこにいるキララさんが率いるお店、蒼天堀サンシャイン、神崎グループ最大、そして日本最大の売り上げを誇るお店です。どうも。なんと今回は特別推薦枠としてフォーシャインが選ばれたんです。でもフォーシャインは在籍キャバ嬢の関係で出場資格を満たしてないはず。一体どうして？いやー、私も元同僚としてフォーシャインがこのまま潰れるのを黙って見てられなかったんですよ。そこで大会本部に掛け合いまして、今回特別に推薦枠を用意してもらったんです。ほんと感謝してもらいたい気分ですよ。よく言うわよ。本当はフォーシャインにとどめを刺したいだけでしょ。とどめ？全国から強豪が集まるキャバクラグランプリに弱小のフォーシャインが参加してもボロ負けするのは確実。大会でそんな恥をさらしたら店の評判や風格はダダ落ち。ただでさえ経営難のフォーシャインがそんなことになったらもう生き残ることはできないでしょ。そんな。おいおいおい、ダメじゃないかキララ。こっちの思惑をバラしちゃ失礼だろ。ま、せいぜい頑張ってくださいよフォーシャイン皆さん。それじゃ大会でお会いしましょう。あっかんぴーた。どうしよう。ゆきさん、大会本部に事情を伝えて辞退した方が。ゆきさん？小雪ちゃん、出よ、キャバクラグランプリ。え？でも…このままだと出ようと出まいとフォーシャインはもうすぐ潰れてしまうわ。もちろん勝てる見込みが薄いことは分かってる。でも可能性が少しでもあるならたとえ恥をかいてでも私はそれにかけてみたい。戦わないで負けるのも嫌だし、どうせ死ぬなら戦って死にたいじゃない。ユキさん、それに私は信じてるんだこのお店を。小さいけれど他のどのお店よりもお客様を大事にできる、そんなお店が負けるわけがないじゃないってね。そうですね、やりましょうユキさん。よし、ちょうど決まればあとは突き進むのみ。キリュウさん、頑張りましょうね。ああ、俺もか。お願いしますよ、乗りかかった船じゃないですか。それにキリュウさん才能ありますってね。そうは言っても俺もいろいろとやることがあるし。可能な範囲で構いませんからね。俺も必ずしますし、メリット満載ですよね。ね、まったくしょうがねえな。わかったよ。やったー、キリュウさん、絶対キャバクラリーグを勝ち上がってこのお店を人気店にしましょうね。ああ、そうだ、せっかく仲間も増えたことだし久々にあれやろうか。いいですね。あれ、いきますよ。わーん、スー、スリ
ったね。キリエさんも次はちゃんと覚えて一緒にやってくださいね。ああ、もしかしてとんでもねえもんを引き受けちまったのか。Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.